早速9月の全体運からいきたいと思います。9月は一泊が中級に来ています。で、白く木星に天動がついていますね。もともと一泊がいる場所が北なんですけど、そこに案件札が乗っかっているので、台風かなね。このままどんどん気象が変わっていく、場所に今いるのかなって気もするんですけどね。元の気象には戻らない気がするんですけど、そういった感じでまた災害が起きそう。台風かな。それで東のところも破壊ですから、東は雷の三匹の場所ですから、やっぱり雷地震かなっていう風です。三匹六白九子が太陽の星で明るさを担当してるんですけど、その3つの星が今年の年番で強作用がかかってるんですね。3つとも九子は貫入してるし、で今月も3つともなんか強作用が入っちゃうので、障害に当たるみたいな、山を乗り越えないとならないみたいなことが起きるかもしれないですね。または若い人の問題とか、お金の問題、銀行とか金融系とかですかね、が出そうです。金融クラッシュとかいろいろ前々から言ってますけどね。今月六白が案件札で貫入してるし、今月の可能性もなきにしもあらずっていうことです。そんな全体運ですけども、この運勢動画なんで参考にしてほしいかっていうと、世の中には天地の気っていうのが流れていて、天の気、地の気ですね、宇宙の気と地球の気、そして私たちが人の気なんですけど、その3つがコラボレーションしながら展開してるわけなんですけど、人だけが天地の気にそぐわない選択ができる生き物なんですよね。勝手に自由に動けますので、本能じゃなくて自分の感情とか考え、自我を持ってて自我で動けるので、そうすると天地の気に沿ってないということが起きて、なんかついてない目にあったり、イライラしたり、病気になったりっていうことが起きるので、その天地の気に沿うように生活すると、そういう災いはないよっていう、基地を得られるよ、開運するよっていう、そういう意味でやっています。で、この天地の気っていうのは盤面に出ていますので、九星それぞれ違う位置にいるから表し方も違うんですよね。9個の星別々でお話ししているっていうのが運勢動画です。なんとなく気になった部分だけ1個でも参考にできればそれでいいと思うんですけど、それであなたの本命星とあなたの傾斜を参考に見てください。本命星の方がウエイトは大きいですけど、傾斜も関係しているっていう感じですね。まず1番の全体運を話します。全体運は駅から見た運勢と海座から見た運勢をお話しします。最後に3つの注意ポイント、心がけポイントを言います。それでその全体をサポートしてくれるラッキーアイテムとして2番があります。ラッキーフードとかラッキープレイスとかですね。そして3番が自分の天地の気をそぐうための行動をするっていうことが大事ですから、その行動の一つとして開運ワークっていうのを入れています。9月の木にあった行動をするっていうことで、まずその開運ワークでそこをちょっとチェックしてほしいっていうことですね。そして4番目はその星の特徴をいつも言っています。これは9月だけじゃなくてずっとそうなんですけども、その星の特徴は自分のことを知って、で自分を知ることで開運するっていうことがあるので、そのために毎回お話ししていますということですね。白く木星行きたいと思います。1番の全体運です。駅の火は風卓中風というのが出ています。解釈が難しいかって言われてるみたいですけど、私のこの解釈が全てではないんですけど、誠実さが大事、
誠実さで信用される、そういう人にはチャンスが来るよという9月になります。だからチャンスに乗るっていうことも意識しとくといいですね。でチャンスが来ない人は誠実じゃないかもしれないということまあ四六の人もね、馬鹿正直に誠実な人もいれば、意外とお腹の中と顔が違う、心と顔が違う人もいたりとかね、白くも2つに分かれるとこあるかな。どっちも良し悪しですけどね。なんだけど9月は誠実さが大事なので、裏も表も同じようにしといてくださいね。表でニコニコ、裏でドロドロっていうのはやめで、どっちもニコニコっていう感じ、そういう風に誠実にして、誠実さで信用を得るようにしましょうっていうのがあります。そして北東の七石の上に乗っています。北東は変化っていう場所だし、七石も更新するっていう意味がありますから、今月9月は見直しする、ブラッシュアップする月にしましょう。何か今までやってきたことの見直しですね。自分からしなくってもそういう気がやってくる可能性もあります。あーなんか忙しいのに全部見直ししなきゃいけないことになっちゃったみたいなね、そういうことがあるかもしれないです。まあ運気に乗ってますのでしっかりやってください。そして七石の上では交流が大事になります。飲食を交えた交流ですね。ランチ会、飲み会、会食、そういう飲食交えた交流が9月は大事っていうことになりますね。シロクさんいつもね、大人な対応をするためにさ、嘘はつかないんだよ全然。嘘つきじゃないんだけど、なんか大人な対応するために表と裏を違うっていうことをする、できる、良くも悪くもできる人が多いんですけども、今月はと誠実さが大事なので、心で思ってることを表にも出していきましょうってことですね。なんかそういう気が巡ってきてるので、裏と表が違うのが変に出ちゃうと思うんだよね。強作用が出ちゃうと思うので、まあ今月はそういう風にしてみてください。誠実にしてみてください。誠実っていう言葉難しいけどね、本当のこと言うのが果たして誠実かっていうこともありますけどね、その辺も考えながら進んでみてください。ということでポイント1は誠実に、ポイント2はチャンスに乗る、チャンスが来ますからね、迷わず乗ってください。そして3番飲食で交流ということですね。楽しい一月になりそうですね、主力の人ね、はい、という感じです。そして2番目のラッキーアイテムはラッキーパワーストーンローズクォーツになります。ピンク色のね石です。優しい雰囲気のね、ああいうちょっと緩んだ感じで交流するのいいですよっていうことですね。そしてラッキープレイスは夕日の見える場所になります。夕日を眺めてね、ブラッシュアップ、思い直す、考え直す、見直しする、そういうのもおすすめです。そしてラッキーフードはチキンサラダになります。緑のグリーンサラダにチキン入れてみたいな、そういう感じなんですけどね、という感じです。そして3番目の開運ワークですね。開運ワークは受け取るもの105書き出しになります。受け取るものですね。今月は七石の上ですから、七石は受け取り上手っていうのがあるんだけど、白くの人も受け取ることできるんですけど、やってあげることがすごい好きなんですよ。整えたがり屋さんなんで、仕切り屋さんっていうんですか、腰なさい足なさいとか、なんかあれこれ言ったりとか世話したりとかしてやるんだけど、こっちから世話するんじゃなくて世話されるみたいなのを今月は心がけるといい。お願いするとかね、やってもらうとか受け取っていくっていうことですね。だからそういう誰かにお願いできるものあるかなみたいな、やってもらえることあるかなっていう感じ、もしくはアドバイス受け取りたいとかね、そういう感じのことを10個書き出してみてください。この勉強で何を受け取ろうかなとか考えるとか、そういう風に考えるのもいいと思います。ということで最後4番星の特
徴、白く木製の特徴、今月は扇風機を取り上げてみたんですけど、なんで取り上げたかっていうとさ、白く木製は風で扇風機っていう意味があるんだけど、最近さ若者がミニ扇風機持ち歩いてるない？なんかすっごい目について、ああやって歩きながらこうやって、今まではさなんかデスクとかに置いてさ使ってるの人は見たことあるんだけど、若者あちこちでこうやってなんかマイク持ってんなと思ったら扇風機で浴びながら喋ってるじゃんね、お友達と。そういえば今年白く木製中級の年だから扇風機流行ってんだと思って、それでどうしてもそれが言いたくてここに取り上げたんですけど、ミニ扇風機持ってる人いる？こう持ち歩くやつ、なんかあの動きながら扇風機するっていうのも白くっぽいんですよね。白くはこう風ですから移動するっていうのがありますから、なんでね風を起こすものはだいたい白くですね。うちはもう白く、扇子は骨があるので八白になるんですけども、まあ、うちはもう白くだし、風を起こすものは白くなんですね。風力発電とかもね、発電自体は三匹もあるけど、風力発電になると白くの意味もあるっていう感じですね。扇風機流行ってるから白く木製の年だからだと思って笑っちゃったんです、自分一人でね。白くの人は人に涼しい風を与えるようなそういう存在になってほしいっていうところもあるんですね。白くの人爽やかなことが大事な星ですから、そういうところもあります。ということで白く木製扇風機を取り上げてみました。ありがとうございました。ぜひ公式 LINE のご登録お願いします。登録すると今7大特典っていうのがもらえるんですね。新年セミナーの動画を公開してたりとか、あと60の十二支って面白いお話が文章にしてるんですけど、それが読めたりとか、結構な蔵出しものですから、いい加減なものではないですので、それだけでも勉強になると思いますから、ぜひねひろの公式 LINE のご登録お願いします。概要欄にね登録の場所は貼ってあります。